というわけで、今日もモアナさんがやってきてくれました。いや、モアナさんいつもお洋服がね、本当にお上品なお洋服を着てらっしゃいまして、実にいい感じですね。やっぱ秋とかになると洋服を着て出かけるシーズンになってくるんで、楽しみのシーズンですか、冬とか。毎日違うの着てるの。ああ、毎日違うの着てるの、おしゃれですね。なるほど。何着ぐらいお洋服はお持ちになってるんですか。数えきれないよ。あ、数えきれないんですか。あ、なるほどね。勝負着はここには、ここでは来ないの。ああ、どこに勝負しに行くんですか。お散歩。まあ、お散歩が勝負の場なんですね。なるほどね。あ、お散歩いいですね。わかりました。じゃあお散歩大好きなね、モアナさん、お洋服を着てお目かしして出かけましょう。では最後に、クリスマスプレゼントは何が欲しいですか。マフラー。ああ、マフラー、わかりました。お父さんマフラーだそうですよ。以上、中継でした。